それではこれよりアニメ「終わり物語育ちロスト」第2話の副音声を改定します改定って雰囲気が裁判みたいになってるだとしたらあなたが被告人ねあの学級会も裁判みたいなものだったしね学級裁判あなたそのポジション自体は似合うわよねあそ,そうかしらこれくらいの褒め言葉にも耐性がないの似合うって言われただけよそのカツラが裁判官用のカツラなど被っていない法廷侮辱罪に問いますよ しかし、ぎく君のご両親が警察官だったとはね。私はいつ知ったんだっけ結構隠されていたわね。へえ、彼女なのに付き合ってたのに秘密を持たれてたんだ。へえ<ー>。ここぞとばかりに勝ち誇らないで。嫌われ者っていうか、あなたただの嫌なやつじゃない。嫌なやつじゃないと言った覚えはないわ。開き直らないで、性格を直して。こういう子みたいな性格になれって絶対無理。っていうか、こいつ嫌い。 戦国さんにまで被害が。この子、この頃何もしてないのに。まあ、何もしていないっていうのが問題だったのだけれども。嫌いって言っても、荒ららぎの十分の九くらいよ。結構な割合じゃない。いや、私も嫌いだけれどね。大嫌い。ハイファーイブ。ハイファーイブするか、あなたと。しかもこんなことで。ああ、そうか。ただ可愛い子だから嫌いなんじゃなくて、あなたは戦国さんとロリ時代に出会っているんだものね。荒ららぎ家で暮らしていた時に。 そうその頃から嫌いだった仲良く遊びやがって荒木君と仲良く遊びやがってと違うそれだと私が荒木を好きで嫉妬してるみたいになってるただこっちが嫌っている時って大概相手からも嫌われているものだからね戦国さんだいぶ柔らかい表現だったけれどあなたのこと変わった子がいるって言っていたもんねやんわりと悪口言われているわよねそういうところも嫌いよあの子だって相当変わった子だったわよ 妹さん達のことはどう思っていたのカレンさんと月日さん好きだったと思う思う思う好きと好きが好きで好きの好きへ好きが好きは好きを好きって言ってそう言ってなさそうでしょ人のフレーズを乱用しないでロリ時代からそういうこと言っていたのそもそもロリ時代っていうのをやめていただけるこの頃からあなたは闇を放っているのよねこの頃はどんなニックネームだったのどこに焦点を当てているのよ気にするところおかしいでしょアバン終了です オープニングを開示します証拠品開示みたいに言ってるわねおいくらのエンゼルはおいくらのエンゼルしまったこれは教えないはずのいいニックネームだった金のエンゼル銀のエンゼルおいくらのエンゼルいいニックネームもあったのしまった絶対教えないはずだったのに悔やんでも悔やみきれないこんなありえない失態を私が演じるなんて後悔しすぎでしょう評判の良さも伝わってしまったことを あんな風につんけんしているけれどそんな悪いやつでもないんだよと言われていたことだけは秘密にしておかないと理解者がいたそれもまた今さら教えられてもって感じだけれどねだから秘密にしていたの違うあなたが秘密にしていたのは私にいい思いをさせたくなかったからだでも褒められるのは苦手なんでしょそんなことはないわさっきまでのは唐突だったから戸惑っただけ褒められたら嬉しいに決まってるでしょおいくらさんかわいいすっごく綺麗よね やめろフラッシュバックしているじゃない何かが私を褒めるな特に外見を褒めるなバリ雑言を浴びせろけけけなななせせせけな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 せコールそんなの初めて聞いたけれどこんな髪叩き切ってやる病状が深刻すぎるでしょうどんな重症なのよけなせけなせけなせ 外見を褒めるなって言うけれど内面に褒める箇所がないじゃない A パートへの証人喚問を行います完全に裁判に引っ張られているじゃないの A パート冒頭からのパジャマ姿可愛いわよねやめろ服を褒めるな裸になるぞ本気で心配になってきたわセリフを噛んで照れるところも可愛いけれどほっぺた赤くしちゃってほっぺたが赤いのはお前が殴ったあとだあらまあお前呼ばわり呼ばわれるだけのことはしただろ だけどあなたはほっぺたが赤く腫れた程度だけれど私は骨折したのよそういう意味では被害は私の方が大きいと言ってもいいんじゃないかしら言っていいと思うのどんな悪びれなさよでもおイクルさんああいけない私も噛んじゃった食い首をかしげるな食いじゃないのよ今ではみんな当たり前みたいにやっているけれど物語シリーズで最初に首をかしげすぎたポーズを取ったのはこの私なのよそれは出番が最初だったってだけでしょ ガハラさんの首かしげすぎポーズこんな感じそのまま後ろに倒れて頭打って死なないかしら呪いが強すぎるでしょ死まで望まないで頭を打って死ねばいいとも思うし頭を打って死なせたいとも思うわ銃器を持ち出さないで銃殺されるほどのことはしていないわよ多分なんで自信がないのよでもあなたもこの後首かしげすぎポーズ取るのよねあれは怖かった世継ぎちゃん以来のかしげ方だったものね世継ぎちゃん 誰よそれご存じないなぜかこれまでつどつど終わり物語でもインサートされている子なのだけれどそれって私の勘違いでしたっけの時のあなたと同じくらい首をかしげていたあなたは顔まで怖かったけれどねややだ顔まで怖かったとかそういうのいいからこれは褒めていない照れないで殴ってもないのに頬真っ赤よ殴ってもないのに頬真っ赤よって言ってることがおかしい頭がおかしい 別に頭おかしくないと思うんですけれどそれって私の勘違いでしたっけカバーソングを歌いすぎでしょう首のかしげ方まで完コピよあなたのフレーズはどこへ行ったのよぶっ殺すそれじゃないのがいい他にはないのオリジナルソング「戦場ヶ原トレー」言ったのは荒木君だけれど原作は私、うん、おいくらさんトレーいやー人に好かれることに対する拒絶感が強すぎる 嫌われてる方が楽どうか私を稼いそうだと呼んでわけがわからないと言いたいところだけれど正直に言うとその感覚はわからないでもないのよね私もそんな風につい最近まで暮らしてきたわけだしえそうなのどんなどんな聞かせて聞かせて色めき立たないで孤立した人間の話が好きすぎるでしょ孤立私が学校休んでいる間千条ヶ原さんも孤立してたの えそうなんだ次の宿り着見つけられなかったんだウキウキしてる孤立っていうなら荒ぎのやつも相当孤立していたみたいねざまみザマミロ荒く君の場合はあなたが直接の原因みたいなものなんだけれどああでも思い出すわ私も荒く君と初めて接点を持った時荒く君の前で裸になったりした今あなたがパジャマ姿で荒く君の前にいるようにパジャマと裸を同じにしないで。 パジャマっていうか、ルームウェアっていうか、これはもう下着みたいにも見えるんだけれど。まあまあ、私は荒ららぎくんの前で下着姿になったりもしたけれど。あなたが火星そうだなんじゃない今から思えば、なぜあんなことをしたのかと思ってしまう感も否めないわ。荒ららぎくんには女子を脱がせてしまう何かがあるのかもしれないわね。あるか、そんなもん。北風と太陽じゃあるまいし。だいたい、私のせいで荒ららぎが孤立したみたいなことを言っているけれど。 あの学級会以前からあいつは友達いなかったわよ。あいつを嫌っていたのは私だけじゃなかった。そうだったわね。あったでしょあいつにもそれなりのニックネーム。どうだっけ荒々木くんはあなたと違ってあんまり話題に上るタイプじゃなかったから、ニックネームをつけられるような機会がなかったと記憶しているわ。私は積極的に話題に挙げていたわよ。そんなことしているから誤解されていたのよ、当時から。おいくらは荒々木のことが本当は好きなんじゃないのか 当時からそんな噂がどんな悪口を言われるよりも答えるわそうだ荒く君単体でのニックネームはなかったけれどおいくらさんとセットで「おいくらラぎ」ってユニット名で呼ばれていたユニットにされたのは最悪の気分だけれどあのクラスには誰かニックネームをつけるのが達者のやつがいたのねそうあなたはそんなことも知らずに彼らのことを恨んでいたのよいいセリフみたいに言っているけれど知ってたらどうって話じゃないでしょ ニックネームをつけるのがお上手ってそれを聞いてからって己の浅はかさを食い改めるほどのエピソードじゃないでしょうだけどおいくららぎさんおいくららぎさんじゃないえ何ユニットを解散したのそもそも組んでいないユニットをあらぎとはそうねでも私とは組んでいたわよね下着と育ちでおい払育ちと呼ばれていたわそれはうまくないでしょう言いにくいでしょうただの別人みたいになってる うまくないとか言わないでよ私が自ら名付けたんだからあなたが名付けたのかパートナーに相談せずに勝手にユニット名を決めるなおいくらさんを煩わせてはならないと思って今煩わされてるこれ以上なく本編でも副音声でも窮地に追いやられている何なのあなた達たトリオは私と荒木んのせいで羽川さんのイメージまで悪くなっちゃってる これにはさすがに責任を感じるわこういうことを私が言うのもなんだけれどあなたと羽川さんも羽川さんと荒ららぎもそんなに話題が合いそうにないんだけれど普段どんなお話をしているのうん少し難しいところね 私と荒木ららくんは付き合っていて、私と羽川さんは親友関係。荒木ららくんと羽川さんは、互いに恩人同士で、互いのためになら何でもするくらいに入れ込んでいる。それはそうなんだけれど、でも、三人で集まると、意外と共通の話題がないかも。そうなのそういうものなのいや、別に仲が悪いわけじゃないんだけれど、気を使い合っちゃうというか、いろいろあったしね。いろいろ,いろいろって何聞きて何？ 聞きたい揉め事に対する収穫が鋭敏すぎる3人寄れば文字の知恵って言うけれどあなたたちの場合はそうじゃないのね <laughs> そうだみんなでパーティーをしない幹事は私が務めるからパーティーなんてしたことないでしょあなた幹事を務めようとしないでここぞとばかりにリーダーシップを発揮しないでプレゼント交換とかしましょうよ誰のプレゼントが誰に行くかわからないやつ悪魔みたいなこと考えるわね惚れ惚れしちゃうわ でもその場合あなたの用意したプレゼントがあららぎく君に行っちゃうかもしれないしあららぎく君のプレゼントがあなたに来ちゃうかもしれないわよいやーどこまで嫌なのよいやいやいやだけれどそれでもあなたたち3人が気を使い合っている場面を見るためならあら,らぎが苦しんでいる姿を見るためなら魂の叫びすぎるでしょ見たい だかあなたたち3人の話が弾まない様子心配しなくてもあなたがいるってだけでパーティーは盛り上がらないわよ <laughs> またまたそんなことを言えば私が嫌がると思っておあいにくさま全然ノーダメージだわむしろ望むところ私のせいで果てしなく盛り下がればいい果てしないのはあなたの悪意でしょでも真面目な話そういうのってあるかもしれないわね ここは仲がいいはずなのに、みんなで集まるとなんだかうまくいかないっていうの。そう。だから副音声も二人でお送りするのよ。あなたと私、二人でも十分ギスギスしてるんだけれど。キスキスしているいやだ何言い出すのよ。お前が何を言い出してるんだ副音声三人っていうのは、だからまだやったことはないんじゃないかしら。羽川さんを軸に、いろんなキャラで回したっていうのが昔あったけれど、あくまでそれもテータテートだったし、一辺くらいやってみるのも面白そうよね。 三人副音声あなたと羽川さんと荒木ららの3人嬉しそうすぎるのよ。あなたと荒木君と鉄条先生の3人でお送りしなさいよ。何その地獄、どんな罰、被告人しかいないみたいな裁判所じゃない。そのパターンで考えると、あなたと羽川さんが2人きりになったら、どんな会話になっていたのかっていうのも気になるところよね。荒木君が第2の母親とまで呼んでいる羽川さんの包容力なら、あなたを包み込むことができていたのかしら。 荒ぎのやつ、羽川さんのこと第二の母親とまで呼んでるの。それは嫌いとかじゃなくて普通に気色悪いわね。いろいろあったのよ。あの二人にも。いろいろって荒ぎくんが揉めた話が好きすぎる。言っておくけれど、その話題が好物なら尽きないわよ。無限にあるわよ。荒ぎくんが揉めた話。ウケ <laughs> <laughs> てる。 でもまあ荒々木君が羽川さんと経験した春休みやゴールデンウィークの話は私は詳しく知らないんだけれど何ですって知っときなさいよ一番怒るのここなんだまったく肝心な時に役に立たないんだから使えないわねこのクズがそのセリフを聞く限りクズは間違いなくあなたでしょまあまあ私もだけれど ほんとかつてないわねこういう副音声今までも何人かクズは出てきたけれども何人もクズがいるって時点で問題でしょう有名なところでは月日ちゃんとかあの子今もクズのままなんだ昔からクズだったの私が荒木家にかくまわれた時あの子は私にこう言った自分の家だと思ってくつろいでね私たちのことは家族だと思っていい子じゃない でも私より後から来たんだからそっちが年上でも私のことは月日お姉ちゃんって呼んでね呼ばないとひどいからクズな子じゃないでも当時低学年だしそんなものかまあこういう副音声もたまにはいいでしょハイファーイブだから意気投合はしていない気の置けない仲じゃないでも1年生の時みたいに気を置きまくっていた上っ面の関係でいるよりはいいんじゃないのどうなのかしらね 上っ面の関係をまるで悪いものみたいに言うけれどコミュニケーションを円滑に進めるためにはそれも案外大切って気もするわ誰も彼もが本音で物を言い合ってたら集団生活なんて不可能でしょあなたが言うと思いわね実際に不可能だったあなたが言うと社交辞令ってやつねそうねあなたももっと上手に社交辞令が言えていたら辞令が下ることもなかったものね辞令など下っていない 私はあの学級会の後不登校にはなったけれどもその後も委員長の座は明け渡さなかったそこは潔く引退しなさいよ何を地位に固執しているのたとえ失脚しようと実権だけは渡さない私が代表権を譲渡しないことで私を悲鳴させたあいつらの手続きがちょっと面倒臭く,くなればいいそういうところがあるからいまいち感情移入しにくいのよねあなたまさか私に同情なんてしてないでしょうね私を哀れまないで 頼まれても哀れまないわよ。お願いだから同情させてよ。A パートを閉定します。お願いだから精神を平定して。静粛に。B パートを読み上げます。裁判官は判決文をそんなに勢いよく読み上げないわよ。私を静粛にさせるなら、あなたは厳粛にしなさいよ。主文は後回しにします。死刑の時の読み上げ方をしないで。ここから先はミステリー仕立てなのね。 まあ最後には私から依頼することになるとは言ってもねえ羽川さんのこの着眼点ってわかるわかる言いたいことあなたのあんな話を聞いた後で気になるのそこなんだみたいなことよねおいくらさんの家庭の事情よりも密室の謎の方が気になっちゃうってやっぱりどう考えてもまともじゃないわよね頭良すぎるってことなのかしら数学とは違う頭の使い方よね 彼女のこういうところって猫物語白で解決した節もあるんだけれどまだこの頃は解決したでだから傾向が残っちゃってるのかもねあなたと荒木君と羽川さん人として一番危険なのは誰なのかしら一番大事な容疑者が抜け落ちてるやだおいくらさんたら私のこと一番大事って言ってくれたの容疑者という言葉も抜け落ちてるまあまあ羽川さんもあれで頑張っているのよ許してあげて 羽川さんじゃなくてあなた自身の罪状で許しを請いなさいよおいくらさんも頑張っているから許してあげるわう要所要所で発狂しないでよ要所要所で発狂させているのよあなたが私をどういう立場からあなたが私を許してくれているのよでもこの B パートのラストで荒々木君や羽川さんと約束していたじゃない私に謝ってくれるって約束したけれどもでしょ さあ謝れ許すとかじゃなくて私もあなたが心配になってきたわよあなたそんな性格で本当に大丈夫なのちゃんとクラスでうまくやれてる荒ぎと羽川さん以外の友達はいるマジの心配をしないで大体殴ったことはもう謝ったでしょ2人だけの時に謝られても謝罪っていうのはやっぱり講習の面前でしないと謝罪会見を開いていただきたい私謝罪会見を開くほどの大物じゃないわよ っていうかあなたの時すごく優しい言葉で私の謝罪を受け入れてくれたじゃないやめてなんてこと言うのえあなたそんな大声出せたの本当どういう性格なのよあなた謎めきすぎでしょう謎かあなたのお母さんの失踪もまさしく謎だったわけだけれど荒くんはその謎を解くことを選んだのよねおいくらさんから頼まれていたとは言ってもそれができるのは羽川さんでも私でもなく荒くんだけだったでしょうねそれはまあそうかもね もちろんそういうところも嫌いなんだけれどただそれが本当に正しいことだったのかどうかはわからないそうするべきだったとは思えないしそうしようとしなかった羽川さんは勇気がなかったってことでもないものね伝えないのが思いやりという考え方もあるでしょそうね今更でもあるもの昔陰でささやかれていたニックネームと同じようにそれは本当に今更だお母さんのことは今更だけれど でも今更にしなななきゃいけなかったこととんだとは思うあららぎが正しかっただなんて絶対に思ってやらないけどね思ってやらないけどね思ってやらないけどね <laughs> 今のは私何も言っていない何も言っていないのに発狂したいけない一瞬切なくなった反動が切なさの反動が大きすぎるでしょう反動が大きいというより代償が大きいわはあ 高笑いした後のこのダウナーな気分は反動でいいのかしらあなたに足りないのは自制心なのかしらねでも中学生の頃荒ぎくんと秘密の夏休みを過ごしている頃はそんなことはなかったんでしょ秘密の夏休みっていうないやでもねあれもね荒ぎがどんな風に語ったのか知らないけれども結構美化されてると思うわよ確かに上手に媚ビを売ったでしょ とは言っていたけれど、あなたにそこまでの卓抜した演技力があったとは思えないものね。ヒステリーを起こしたりはしなかったでしょうけれど、言ってもその時の私も中学一年生なわけだから、荒ららぎの思い込みみたいなのも強めにあったんだと思うわ。思い込み当時のあいつは数学の妖精みたいな存在を本当に求めてたんじゃないの私の思惑が偶然そこにはまっただけで、それくらいの偶然ならばあり得るでしょ でも中学1年生の時のあなたが数学が得意なだけじゃなく数学を教えるのも得意だったっていうのは確かなのよねええそれは確かよもちろんあら,らぎに数学を教えるために一生懸命努力したんだけれど努力の方向性がおかしいことは指摘せざるを得ないとしてまそれも才能よねあら,らぎが数学をどんどん身につけていくのを見て私にはこんな才能が人を導く才能がとおののいたものよ そのせいでひょっとしてリーダーとしての資質もあるんじゃないかと勘違いしてしまった結果があの学級会最悪じゃない才能を生かしきれていないどころか裏目に出ている今はあなたや羽川さんが荒ららぎの勉強の面倒を見ているのよね数学に限らず全教科そういう言い方をするとあの男恵まれた受験生よねでしょ奇色満面でで身を乗り出さないであいつ自分が何でできているか知らないの あなたも相当荒らくらんでできていると思うんだけれど幼馴染なのだから当然といえば当然だけれど荒らくらんでできている度で言えば私よりも上でしょへへそっか私荒ららぎでできてるんだだから私私のことがこんなに嫌いなんだ へへとかやめて超怖いどんな納得よ私がそうだからわかるのだけれどそうやってそういうことを口に出して言ってるからどんどんらぎくんのことも自分のことも嫌いになっていくのよそうそうじゃなくても嫌いよ嫌いと嫌いが嫌いで嫌いの嫌いへ嫌いな嫌いは嫌いを嫌いよだからそれをフレーズにしちゃってるからどんどん気持ちも下向いていくのよ私も毒舌を振りまいていた頃は私自身が毒されていくようだったもの あららぎくんを傷つけているようで、本当に傷ついていたのは私だった。いや、それはさすがにあららぎの方が傷ついていたんじゃ。毒されるまでもなく毒じゃない、あなた。嘘でもいいから言ってみましょう。リピートアフターミー私は悪くない。私は好き。私は私が好き。<ー>ほら、私を信じて。リピートアフターミートラストミー私は悪くない。私は好き。私は私が好き。 素晴らしい。ぎこちないけれど、その調子を、さあ、繰り返して。嫌になるほど、いえ、好きになるほど繰り返して。私は悪くない。私は好き。私は私が好き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 。私は荒木が好き。私は荒木が好きって、おいくらああ、おいくらさんだ。懐かしのおいくらさんだ。 お,いこらさんお久しぶりです懐かしくなどないそれはさっき知ったばかりのやつだ久しぶりじゃなくて無茶ぶりだそして何を言わせてるのよ卑劣なトラップを仕掛けるな私を信じたあなたのミスよクズすぎるでしょそしてより嫌いになった私のことも荒ららぎのことも逆効果しか生んでいないセラピーの方法としては正しかったはずなんだけれどね B パート終了ですエンディングですおう今回はテンションを維持しているのね あなたへの怒りが持続しているよくも私はあら,らぎが好きだなんて言わせたわね私はあら,らぎが好きだなんて心にもないことを言わされるなんて私はあら,らぎが好きだなんて私はあら,らぎが好きってくらいありえないことなのよもう騙されない私はあら,らぎが好きだなんてもう二度と言わないからね何度言うのよ振ってないわよ繰り返して言ってるとシュールなギャグみたいでちょっと面白くなってしまったわあら,らぎが好きあら,らぎが好き らぎが好きうわ面白いこれ面白い面白い楽しい好き,好き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  <laughs> 世界であなたしか笑っていないわよ私の性格が明るくなったなっていないあなたの性格もあなたの未来も暗いままよ未来が暗いかどうかはまだわからないでしょうがそれは確かにあの手紙の中身を読んでみないことにはわからないわね 結局第3話まで答えを引っ張るだなんておいくらさんってばもったいぶり上手なのだから引っ張るものなまだ言ってるのいえあなたのその不尊な態度を差し引いても本編でも明かされなかった手紙の内容が副音声で明かされると思っているのここで私がペロッと喋っちゃうと思うあのくらいのトラップにきれいに引っかかってくれるならやりようによっては喋ってくれると思うペロッとできるものならやってみなさい 明るくなろうと私は口も考え方もガチガチに硬いままよ最悪じゃないそんなやつ何よその奇妙な女子は誰れてもって感じだけれどねだから秘密にしていたの違うあなたが秘密にしていたのは私にいい思いをさせたくなかったからだでも褒められるのは苦手なんでしょそんなことはないわさっきまでのは唐突だったから戸惑っただけ褒められたら嬉しいに決まってるでしょ おいくらさかわいい髪すっごくきれいよねやめろーフラッシュバックしているじゃない何かが私を褒めるな特に外見を褒めるなバリ雑言を浴びせろけなせけなせけなせってけなせ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 コールそんなの初めて聞いたけれどこんな髪叩きき切ってやる病状が深刻すぎるでしょうどんな重症なのよ せえけんなせえけんなせえ,なせえ外見を褒めるなって言うけれど内面に褒める箇所がないじゃないエーパートへの証人喚問を行います完全に裁判に引っ張られているじゃないのエーパート冒頭からのパジャマ姿可愛いわよねやめろ服を褒めるな裸にやるぞ本気で心配になってきたわセリフを噛んで照れるところも可愛いいけれどほっぺた赤くしちゃってほっぺたが赤いのはお前が殴ったあとだ ああらまあ、お前呼ばわり呼ばわれるだけのことはしただろうだけどあなたはほっぺたが赤く腫れた程度だけれど私は骨折したのよそういう意味では被害は私の方が大きいと言ってもいいんじゃないかしら言っていいと思うのどんな悪びりなさよでもおいくるさんああいけない私も噛んじゃったクイ首をかしげるなクイじゃないのよ今ではみんな当たり前みたいにやっているけれど物語シリーズで最初に首をかしげすぎたポーズを取ったのはこの私なのよ それは戦場が原さんの首かしげすぎポーズこんな感じそのまま後ろに倒れた頭撃って頭っ死なないかしら呪いが強すぎるでしょ死まで望まないで頭を打って死ねばいいとも思うし頭を打って死なせたいとも思うわ銃器を持ち出さないで銃殺されるほどのことはしていないわよ多分なんで自信がないのよでもあなたもこの後首かしげすぎポーズ取るのよね あれは怖かった。世継ぎちゃん以来のかしげ方だったものね。世継ぎちゃん誰よそれ。ご存じない。なぜかこれまで、つどつど、終わり物語でもインサートされている子なのだけれど、それって私の勘違いでしたっけの時の、あなたと同じくらい首をかしげていた。あなたは顔まで怖かったけれどね。や、やだ。顔まで怖かったとか、そういうのいいから。これは褒めていない、照れないで。殴ってもないのに、頬真っ赤よ。 殴ってもないのに頬真っ赤よって言ってることがおかしい頭がおかしい別に頭おかしくないと思うんですけれどそれって私の勘違いでしたっけカバーソングを歌いすぎでしょう首のかしげ方まで完コピよあなたのフレーズはどこへ行ったのよぶっ殺すそれじゃないのが本当かつてないわねこういう副音声今までも何人かクズは出てきたけれども何人もクズがいるって時点で問題でしょう有名なところでは月日ちゃんとか あの子今もクズのままなんだ昔からクズだったの私が荒々木家にかくまわれた時あの子は私にこう言った自分の家だと思ってくつろいでね私たちのことは家族だと思っていい子じゃないでも私より後から来たんだからそっちが年上でも私のことは月日お姉ちゃんって呼んでね呼ばないとひどいからクズな子じゃないでも当時低学年だしそんなものか まあ、こういう不幸声もたまにはいいでしょハイファーイブだから意気投合はしていない気の置けない仲じゃないでも1年生の時みたいに気を置きまくっていた上っ面の関係でいるよりはいいんじゃないのどうなのかしらね上っ面の関係をまるで悪いものみたいに言うけれどコミュニケーションを円滑に進めるためにはそれも案外大切って気もするわ誰も彼もが本音で物を言い合ってたら集団生活なんて不可能でしょあなたが言うと重いわね 実際に不可能だったあなたが言うと社交辞令ってやつねそうねあなたももっと上手に社交辞令が言えていたら辞令が下ることもなかったものね辞令など下っていない私はあの学級会の後不登校にはなったけれどもその後も委員長の座は明け渡さなかったそこは潔く引退しなさいよ何を地位に固執しているのたとえ失脚しようと実験だけは渡さない 私が代表権を譲渡しないことで私を悲鳴させたあいつらの手続きがちょっと面倒くさくなればいいそういうところがあるからいまいち感情移入しにくいのよねあなたまさか私に同情なんてしてないでしょうね私を哀れまないで頼まれても哀れまないわよお願いだから同情させてよ A パートを閉廷しますお願いだから精神を閉廷して静粛に B パートを読み上げます裁判官は判決文をそんなに勢いよく読み上げないわよ私を静粛にさせるならあなたは厳粛にしなさいよ主文は後回しにします死刑の時の読み上げ方をしないでここから先はミステリー仕立てなのねまあ最後には私から依頼することになるとは言ってもねえ羽川さんのこの着眼点ってわかるわかる言いたいことあなたのあんな話を聞いた後で気になるのそこなんだみたいなことよね おいくらさんの家庭の事情よりも密室の謎の方が気になっちゃうってやっぱりどう考えてもまともじゃないわよね頭良すぎるってことなのかしら数学とは違う頭の使い方よね彼女のこういうところって猫物語シロで解決した節もあるんだけれどまだこの頃は解決したてだから傾向が残っちゃってるのかもねあなたと荒ぎくんと羽川さん人として一番危険なのは誰なのかしら一番大事な容疑者が抜け落ちてる やだいくらさんたら私のこと一番大事って言ってくれたの容疑者という言葉も抜け落ちてがこんなに嫌いなんだえへへとかやめて超怖いどんな納得よ私がそうだからわかるのだけれどそうやってそういうことを口に出して言ってるからどんどん荒くんのことも自分のことも嫌いになっていくのよそうそうじゃなくても嫌いよ嫌いと嫌いが嫌いで嫌いの嫌いや嫌いな嫌いは嫌いよ嫌いよ だから、それをフレーズにしちゃってるから、どんどん気持ちも下向いていくのよ。私も毒舌を振りまいていた頃は、私自身が毒されていくようだったもの。荒木くんを傷つけているようで、本当に傷ついていたのは私だった。いや、それはさすがに荒木ららの方が傷ついていたんじゃ。毒されるまでもなく毒じゃない、あなた。嘘でもいいから言ってみましょう。リピートアフターミー。私は悪くない。私は好き。私は私が好き。 ほら私を信じてリピートアフターミートラストミー私は悪くない私は好き私は私が好き素晴らしいぎこちないけれどその調子をさあ繰り返して嫌になるほどいえ好きになるほど繰り返して私は悪くない私は好き私は私が好き私は悪くない私は好き 私は私が好き私は悪くない私は好き私は私が好き私は悪くない私は好き私は私が好き私は荒ぎが好き私は荒ぎが好きっておいこらああおいこらさんだ懐かしのおいこらさんだおいこらさんお久しぶりです懐かしくなどないそれはさっき知ったばかりのやつだ久しぶりじゃなくて無茶ぶりだそして何を言わせてるのよ卑劣なトラップを仕掛けるな私を信じたあなたのミスよ クズすぎるでしょそしてより嫌いになった私のこともあら,らぎのことも逆効果しか生んでいないセラピーの方法としては正しかったはずなんだけれどね B パート終了ですエンディングですおう今回はテンションを維持しているのねあなたへの怒りが持続しているよくも私はあら,らぎが好きだなんて言わせたわね私はあら,らぎが好きだなんて心にもないことを言わされるなんて 私はあららぎが好きだなんて私はあららぎが好きってくらいありえないことなのよもう騙されない私はあららぎが好きだなんてもう二度と言わないからね何度言うのよ振ってないわよ繰り返して言ってるとシュールなギャグみたいでちょっと面白くなってしまったわあららぎが好きあららぎが好きあららぎが好きうわ面白いこれ面白い面白い楽しい好き,好き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  <laughs> 世界であなたしか笑っていないわよ 私の性格が明るくなったなっていないあなたの性格もあなたの未来も暗いままよ未来が暗いかどうかはまだわからないでしょうがそれは確かにあの手紙の中身を読んでみないことにはわからないわね結局第3話まで答えを引っ張るだなんておいくらさんてばもったいぶり上手なのだから引っ張るものなまだ言ってるのいえあなたのその不そな態度を差し引いても 本票ぶっ殺すそれじゃないのがいい他にはないのオリジナルソング「戦場ヶ原トレー」言ったのは荒くんだけれど原作は私うん<ー>おいくらさんトレーいやー人に好かれることに対する拒絶感が強すぎる嫌われてる方が楽どうか私を火星そうだと呼んで訳が分からないと言いたいところだけれど正直に言うとその感覚はわからないでもないのよね 私もそんな風につい最近まで暮らしてきたわけだしえっそうなのどんなどんな聞かせて聞かせて色めき立たないで孤立した人間の話が好きすぎるでしょ孤立私が学校休んでいる間戦場ヶ原さんも孤立してたのへ、えー、そうなんだ次の宿り着見つけられなかったんだウキウキしてる孤立っていうなら荒ららぎのやつも相当孤立していたみたいねざま <laughs> ザマミロ あららぎくんの場合は、あなたが直接の原因みたいなものなんだけれど。ああ、でも思い出すわ。私も、あららぎくんと初めて接点を持ったとき、あららぎくんの前で裸になったりした。今、あなたがパジャマ姿でアララギくんの前にいるように。パジャマと裸を同じにしないで。パジャマっていうか、ルームウェアっていうか、これはもう下着みたいにも見えるんだけれど。まあまあ、私はあららぎくんの前で下着姿になったりもしたけれど。あなたが火星そうだなんじゃない 今から思えばなぜあんなことをしたのかと思ってしまう感も否めないわ荒木らら君には女子を脱がせてしまう何かがあるのかもしれないわねあるかそんなもん北風と太陽じゃあるまいしだいたい私のせいで荒木ららが孤立したみたいなことを言っているけれどあの学級会以前からあいつは友達いなかったわよあいつを嫌っていたのは私だけじゃなかったそうだったわねあったでしょあいつにもそれなりのニックネームどうだっけ 君はあなたと違ってあんまり話題に上るタイプじゃなかったからニックネームをつけられるような機会がなかったと記憶しているわ私は積極的に話題に挙げていたわよそんなことしているから誤解されていたのよ当時からおいくらはあららぎのことが本当は好きなんじゃないのかって当時からそんな噂がどんな悪口を言われるよりも答えるわ そうだ荒らぎくん単体でのニックネームはなかったけれどおいくらさんとセットでおいくららぎってユニット名で呼ばれていたユニットにされたのは最悪の気分だけれどあのクラスには誰かニックネームをつけるのが達者のやつがいたのねそうあなたはそんなことも知らずに彼らのことを恨んでいたのよいいセリフみたいに言っているけれど知ってたらどうって話じゃないでしょ ニックネームをつけるのがお上手ってそれを聞いてからって己の浅はかさを食い改めるほどのエピソードじゃないでしょうだけどおいくららぎさんおいくららぎさんじゃないえ何ユニットを解散したのそもそも組んでいないユニットをあらぎとはそうねでも私とは組んでいたわよね下着と育ちで追い払そだきと呼ばれて絶対無理っていうかこいつ嫌い戦国さんにまで被害がこの子この頃何もしてないのに まあ何もしていないっていうのが問題だったのだけれども嫌いって言っても荒ららぎの10分の9くらいよ結構な割合じゃないいや私も嫌いだけれどね大嫌いハイファイブハイファイブするかあなたとしかもこんなことでああそうかただ可愛い子だから嫌いなんじゃなくってあなたは戦国さんとロリ時代に出会っているんだものね荒ららぎ家で暮らしていた時に そうその頃から嫌いだった仲良く遊びやがって荒木君と仲良く遊びやがってと違うそれだと私が荒木を好きで嫉妬してるみたいになってるただこっちが嫌っている時って大概相手からも嫌われているものだからね戦国さんだいぶ柔らかい表現だったけれどあなたのこと変わった子がいるって言っていたもんねやんわりと悪口言われているわよねそういうところも嫌いよあの子だって相当変わった子だったわよ 妹さん達のことはどう思っていたのカレンさんと月日さん好きだったと思う思う思う好きと好きが好きで好きの好きへ好きが好きは好きを好きって言ってそう言ってなさそうでしょ人のフレーズを乱用しないでロリ時代からそういうこと言っていたのそもそもロリ時代っていうのをやめていただけるこの頃からあなたは闇を放っているのよねこの頃はどんなニックネームだったのどこに焦点を当てているのよ気にするところおかしいでしょアバン終了です オープニングを開示します証拠品開示みたいに言ってるわねおいくらのエンゼルはおいくらのエンゼルしまったこれは教えないはずのいいニックネームだった金のエンゼル銀のエンゼルおいくらのエンゼルいいニックネームもあったのしまった絶対教えないはずだったのに悔やんでも悔やみきれないこんなありえない失態を私が演じるなんて後悔しすぎでしょう評判の良さも伝わってしまったことを あんな風にツンケンしているけれどそんな悪いやつでもないんだよと言われていたことだけは秘密にしておかないと理解者がいたそれもまた今さら教えられてもって感じだけれどねだから秘密にしていたの違うあなたが秘密にしていたのは私にいい思いをさせたくなかったからだでも褒められるのは苦手なんでしょそんなことはないわさっきまでのは唐突だったから戸惑っただけ褒められたら嬉しいに決まってるでしょおいくらさんかわいい髪すっごく綺麗よね フラッシュバックしているじゃない何かが私を褒めるな特に外見を褒めるなバリ雑言を浴びせろけなせ、けなせけなせってけなせ、けなせ、けなせけなせコールそんなの初めて聞いたけれどこんな髪叩き切ってやる病状が深刻すぎるでしょうどんな重症なのよけなせ、けなせ、けなせ 外見を褒めるなって言うけれど内面に褒める箇所がないじゃない A パートへの承認刊文を見ているのよね数学に限らず全教科そういう言い方をするとあの男恵まれた受験生よねでしょ気色満面で身を乗り出さないであいつ自分が何でできているか知らないのあなたも相当荒くんでできていると思うんだけれど なじみなのだから当然といえば当然だけれどあららぎくんでできているので言えば私よりも上でしょエそっか私あららぎでできてるんだだから私私のことがこんなに嫌いなんだえへへとかやめて超怖いどんな納得よ私がそうだからわかるのだけれどそうやってそういうことを口に出して言ってるからどんどんあららぎくんのことも自分のことも嫌いになっていくのよそうそうじゃなくても嫌いよ 嫌いと嫌いが嫌いで嫌いの嫌いへ嫌いな嫌いは嫌いを嫌いよだからそれをフレーズにしちゃってるからどんどん気持ちも下向いていくのよ私も毒舌を振りまいていた頃は私自身が毒されていくようだったもの荒木君を傷つけているようで本当に傷ついていたのは私だったいやそれはさすがに荒木の方が傷ついていたんじゃ毒されるまでもなく毒じゃないあなた嘘でもいいから言ってみましょうリピートアフターミー 私は悪くない私は好き私は私が好き<ー>ほら私を信じて「リピートアフターミー」「トラストミー」私は悪くない私は好き私は私が好き素晴らしいぎこちないけれどその調子をさあ繰り返して嫌になるほどいや好きになるほど繰り返して私は悪くない私は好き私は私が好き 私は悪くない私は好き私は私が好き私は悪くない私は好き私は私が好き私は悪くない私は好き私は私が好き私はららぎが好き私はあららぎが好きっておいこらああおいこらさんだ懐かしのおいこらさんだおいこらさんお久しぶりです懐かしくなどないそれはさっき知ったばかりのやつだ久しぶりじゃなくて無茶ぶりだそして何を言わせてるのよ卑劣なトラップを仕掛けるな私を信じたあなたのミスよ クズすぎるでしょそしてより嫌いになった私のこともあら,らぎのことも逆効果しか生んでいないセラピーの方法としては正しかったはずなんだけれどね B パート終了ですエンディングですおう今回はテンションを維持しているのねあなたへの怒りが持続しているよくも私はあら,らぎが好きだなんて言わせたわね私はあら,らぎが好きだなんて心にもないことを言わされるなんて 私はあららぎが好きだなんて私はあららぎが好きってくらいありえないことなのよもう騙されない私はあららぎが好きだなんてもう二度と言わないからね何度言うのよ振ってないわよ繰り返して言ってるとシュールなギャグみたいでちょっと面白くなってしまったわあららぎが好きあららぎが好きあららぎが好きうわ面白いこれ面白い面白い楽しい